ハンス・フォン・ハイエクは、オーストリア生まれの画家である。主に、ミュンヘンやその近くのダッハウで活動した。ウィーンで生まれた。1891年に、ウィーンの工芸学校で短期間学んだ後、その年のうちに、ミュンヘンに移り、歴史画家のハックル・リンデン・シュミット・マールラに学んだ。家畜のいる、風景画を得意とする、ハイン・リヒフォン・ツユーゲルと知り合い強い影響を受けた。 ミュンヘンでの修行を終えると、バイエルンのフィルステンフェルトブルック軍の村、オルヒングに滞在した後、1900年に多くに画家が活動していたダッハウに移り、美術学校を始めた。古外での写生を中心にする指導は好評で、多くの学生を集め、この学校は1915年まで開かれていた。ここで学んだ学生には、ヒューゴー・ハッツラー、ヘルマン・シュテンナー、アンナ・クライン、 カール・オロフ・ペーターセンラがいた。学生の一人だった、カール・ティーマンは回想録で、多くの学生が戸外で絵を描くため、地元の農民が草が踏み荒らされ、絵の具のカスを残すことに、しばしば文句を言ってきたと書いている。安定した収入を得て、ヨーロッパの西部や北部へ、写生旅行をした。ミュンヘン分離派のメンバーになり、1904年にミュンヘンの考古学博物館の 1> 第1回の展覧会にも出展した。1908年にドイツ国籍を得た。第一次世界大戦中は戦争画家として戦場に派遣された。戦争が終った後、ミュンヘンに戻った。インドネシア、インド、スリランカなどへ旅した。多くの作品をの残し、第二次世界大戦で失われた作品もあるが、多くの作品がダッハウ絵画館に残されている。 ありがとうございます。